バイクの旅。前回は阿蘇鶴駅の阿蘇鶴トンネルまででした。今日は県境を越えて熊本県に入ります。こんにちは、ひろくん TV です。阿蘇鶴駅から阿蘇鶴トンネルまでやってきましたが、現代トンネルは八鹿酒造の酒の熟成庫として使用されているため、国道を迂回します。県境の標識の付近に阿蘇鶴トンネルの出口が見えます。阿蘇鶴トンネルの小国側はブッシュに覆われ、とても前進できる状態ではありません。左手に線路跡を見ながらひたすら下っていきます。熊本県阿蘇郡小国町西里にある七曲りトンネルに向かいます。右手に岡本豆腐店が見えた左側の湧いた温泉郷鈴ヶ谷温泉を目指します。鉄橋の跡をくぐり築堤を登っていきます。中尾地区の
谷川にかかる大平橋梁になります。大平橋梁から菅野柵の間は物資に覆われ走行不能です。一度387号線に戻り迂回路を取ります。国道387号線七曲がりトンネルを通過します。国道387号線から左に入り、細い道路を下ると、土肥口の鉄橋跡が見れます。線路跡は物資に覆われ走行不能です。大平架橋付近から菅野柵までドローンで封鎖しました。次回は菅野柵トンネルからです。湧いた山の雪も溶け始め、吹きの塔が芽吹いています。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。